昨日から台風18号の影響により、関東各地で激しい雨が降り続いています。栃木茨城では、すでに甚大な被害が出ています。また、今後長雨による土砂災害なども懸念されます。2007年7月、台風4号により、この時も激しく雨が降り続きました。当時、葉山の沿岸部に住んでいた私は、 夜中地震かと思って目が覚めたら裏山が土砂崩れを起こし山側の玄関を開けると目の前まで土砂が差し迫っていましたその時は暗くて状況がよくわからないままその後来た警察官と消防隊の誘導により最小限の荷物を持って真夜中に避難をした経験がありますもともとこのエリアは大崩れという地名もついており地盤が脆いというのを 後から知りましたその後その周辺はしっかりと補強工事がされています地名とその場所との関係性は必ずしも一致するわけではないですが過去その土地がどうだったかを知っておくのも身を守るための一つの手段かと思いますまた日頃からハザードマップなどを確認し各自避難経路などを調べておくことが大事だと思います